共和国、ビティレブ島の東に位置するバウ島の主張、及びフィジーの王である。19世紀中頃からフィジーに宣教師や商人が訪れるようになった。当時、フィジーは6つに王国が拡挙しており、欧米人が持ち込んだ自由により戦争が加熱していった。1843年には長年緊張関係にあったバウとレワが衝突した。バウの主張だったザコンバウは、 レワの町を破壊し敵型の主張トゥイドレケティを処刑した。1852年には、父からブーニバルの称号を継承した。カバ地方との戦いでは、トンガ軍の力を借りながら勝利し、フィジーの覇権を握った。1860年代には、欧米人の数が増え、彼らの権利や安全を確保し、土地の合法的所有を保障する正式な行政機関の必要性が高まった。 そして、1865年5月にバウ、レワ、ラケンバ、ブワ、タカウンドロブ、マトゥアタ、ナンドリノ7ナ地方首長が、レブカに集まり、ザコンバウを、フィジー連邦大統領に選出した。しかし、欧米人からの税収なしで、統一政府を維持することはできず、たびたび運営困難に陥った。さらに、アメリカ人が、部族対立に巻き込まれ、財産を破壊。 略奪されたとしてアメリカはザコンバウに4万5千ドルの賠償金を要求した。返済に行き詰まったザコンバウは1874年10月10日に活動証書に署名し、ビクトリア女王にフィジーの主権は譲渡され、イギリスの植民地となりザコンバウは年金を与えられ引退した。ザコンバウは1854年にトンガ国王が回収した影響も受けて、 自らキリスト教に改修して国内の統治を進めようとした。改修以前フィジーにあった食人習慣はザコンバウの改修により捨てられた。また改修時に彼の親民が全員改修したことからキリスト教はザコンバウの宗教と呼ばれた。ありがとうございます。